はい、さらしのです。今回のスラムダンク考察は、そう、映画化です。スラムダンク、26年ぶりの映画化。ということで、このスラムダンクの映画化に伴い、どんな内容なのか、どんなストーリーなのかを今回考察していこうと思います。まず内容ストーリー元より、公開日をね、全然まだ未定なんですけども、やはり、スラムダンクファンとしては気になる、どんなストーリーをやるのか、どんな物語をやるのかってところなんですけども、だいたいあの、 まあ、やるにあたって、この3つのパターンだと思うんですよ。スラムダンクのアニメ版では、県大会、予選までしか描かれてないので、その夏の全国大会ですよね。夏のインターハイの全国大会をやるパターン。それとも、完全なオリジナルストーリー。これまでにね、4作品、アニメで、劇場版出てるんですけども、ああいった感じで、完全にね、原作に話にない。 オリジナルストーリーをやるパターン。えー、またもう一個。その後のスラムダンク。原作でね、えー、終わった後、完全にあの、描かれてない桜木花道。その後の昭北高校を描くパターンですね。この三つのパターン、一つずつちょっと考えていこうと思います。はい。まずは、夏のインターハイ全国大会ですね。えー、これもう大本命。これ、ま、ああの、もう、ぶっちゃけて言うと僕も、正直これが一番見たい。山王工業との一戦。えー、これね、あの、ツイッターやら、ネットの調べでも、やはりあの、 投票とかも始まってました。やはりあの、この、これが一番多かったですね。山王工業との一戦、もう、劇場版で見たら、もう涙。絶対、涙不可避。これをやっぱりあの、見たいというファンがね、やっぱ一番多い。2時間いっぱいいっぱい使って、この山王工業との一戦をやる。一つやっぱあの気になるのが、これをやっちゃうと、その後の作品がもう無くなっちゃう。はい。それが非常に寂しい。山王工業との一戦をもうね、やっちゃうと、その後の作品がやっぱり難しい。ということで、どうしてもやっぱあの、 うん、これを見たいっていうのと、反面、やはりそこをまだちょっと取っておいてほしいっていうのを僕は正直あります。一番見たいのはでもこれですね。まあこれ言ったらもう本当に初日に僕は並びます。で、そこでもう一つ、やはりあの、全国大会で言えば、あの、三の工業だけじゃないです。豊玉との試合もあります。で、豊玉との試合、やはり飛ばすのはもったいない。もったいなすぎます。 なので、豊玉3の2つの試合を、やはり2時間でね、もう本当無理なので、豊玉戦、えー、3の戦。豊玉戦とね、えー、3の戦、絶対あの、2つやるんだったらもう2部構成。少なくとも2部構成、3部構成にしないと、とてもじゃないけど、入りきらない。伝わらないと思います。もうファンが納得いかない。なので、豊玉戦、3の戦との2部構成にするのも、やっぱありかなと思います。この豊玉戦、3の戦で2部構成にすることによって2回楽しめる。やはりこれがやっぱ一番、ファンが望んでる。 映画化なんじゃなないいのかなと思います。多分これが一応本命だと思います。で続きましてこれまでのね劇場版のようなオリジナルストーリーをまたあの作って持ってくるあの両空方高向戦みたいなね完全なオリジナルストーリーで映画化をする正直ね僕ねこれあまり好きじゃないんですね原作にないキャラクターが出てくるのでマイケル・オキタとかねいろんなイチロー君とか出てきて、まあ、それはそれでいいんですけどもやっぱりあの原作のキャラクターが僕は非常に好きなのであまり これは正直あるとちょっと、なのでやらないでし、あとも、もしくは、この、原作にプラスさせたストーリー、例えば、沢北英二、渡米編とかね。ただ、これをした場合って、えー、もうスポットが沢北英二になってしまうので、やっぱりあの、小福高校にスポットを当てないといけないので、やっぱこれはないかな。まあでも、そういった感じで、過去編だったりとか、一部を抜粋したオリジナルストーリーっていうのは、もしかしたらあるかもわかんない。でも、やっぱり恒例になった時に、この、 スラムダンク映画化っていうようなトーンではなかなかいかないかもわかんないですね。変な話、あの、マイケル起きたの外伝とかね。そういうのは勘弁してほしい。はい。えー、最後にね、もう一つあの、その後のスラムダンク。これも切り札ですよね。これをやっちゃうとどうなのかっていうところもありますけども、やはりもしこれが公開されるのなったときに、すごいざわつく。完全にこれまでにない、えー、勝負高校その後ですよね。ただ、これにした場合、えー 一つ気になることが、赤木とかがやはり出場できない。赤木とか出てきてほしいキャラクターが出てこれなくなってしまう。というのはやっぱり僕ちょっとあるので、これに関してもやはりいろいろ何があるのかな。これも見たいけど、描かないでほしいっていうところもやっぱちょっとあります。正直ね、このその後のスラムダンクに関しては、ウィンターカップとかね、国体とかね、僕描いて、あの、僕勝手に考察させてもらってますけども、1年後のスラムダンク、桜木花道がね、2年生になった時、3年生になった時とかね、 はい。非常に興味はありますけども、描いてほしくないというかね、えー、というところもあります。ただね、そういう想像を超えた作品を作ってくれるのが井上先生でもありますけども、どうしてもやはりあの、見ないでおきたいと,いうところもあります。といった感じで、えー、僕の予想では、この辺が、えー、映画化される、どれかがだいたい映画化されると思います。で、僕の本命はやはり、まあ、ファンの期待同様、夏のインターハイ、全国大会のね、3の線を中心とした、 戦いいいを今ののアニメのね技術でやってくれるんじゃないかなかと思います前のね、えー、やはりあの26年前30年前のねアニメの技術と違ってものすごい試合描写を三王工業を見れるかと思うとスラムダンクファンやっててよかったと思いますそう僕としてはやはりあの一番見たいのは夏のインターハイはいこの三王工業との試合なんですけども皆さんの予想はどうでしょうかはい是非ねこのコメント欄また、えー、書き込んでくださいとりあえず僕が思うのはこの,あの実写版じゃなくてよかったアニメ版らしいです スラムダンクに関しては他のね、漫画はね、まだね、あの笑って見れるけど、スラムダンクに関しては実写版はちょっとあの見,ない見たくないですね。そうですね。公開日ももちろん気になりますが、その内容とかストーリーが発表されるのを待ち遠しく思っております。また、こういった感じでスラムダンクの考察、えー、いろいろやっておりますので、映画に関することじゃなくてもね、原作に関する。 スラムダンク考察、いろいろ取り扱ってますんで、チャンネル登録まだの方、スラムダンクファンの方はチャンネル登録して、この動画も見てみてください。ということで、はい、映画化ね、非常に楽しみですけども、皆さんで公開日、ストーリー、内容、楽しみにして待ちましょう。それでは最後までご視聴いただきまして、本日もありがとうございました。